長崎市総合運動公園は、長崎県長崎市柿り町にある、スポーツ施設群を有する公園であり、柿りと称されている。施設は、長崎市が所有し、2012年4月現在、株式会社長崎消毒者が、指定管理者として、運営管理を行っている、は、面積を表す。ビファーレン長崎が将来 J リーグディビジョン2に、昇格した場合、 2013年までの改修を予定している長崎県立総合運動公園陸上競技場の代替地として J リーグが定める J2 基準のスタジアム改修を管理者である長崎市に要望していた。v ファーレン・長崎市陸上競技連盟、長崎県ラグビーフットボール連盟の合同により長崎市内外で改修についての署名活動を行った。 署名活動については2009年11月30日で一旦終了し、2010年2月中旬頃今回の署名で集めた6万6000人以上の署名簿を、V ハーレン、長崎市陸上競技連盟、長崎県ラグビーフットボール連盟の合同によって、長崎市長と同市議会議長に提出、正式に請願し、その結果2010年度の長崎市一般会計の 予算として、約5100万円の実施設計費が計上され、2010年3月の長崎市議会本会議において正式に決まった。なお V ファーレンが2010年6月30日に最新制の J リーグ入会予備審査の際、J リーグ経営諮問委員会でいつ、J リーグが定める J2 リーグ基準のスタジアム改修が実現できるのかに、 ついて、再度指摘を受けることが想定された。V. ファーレンが J に入会を正式に認められた場合、回収が間に合うのかどうか、今後の動きに注目されたが、2010年9月、J リーグから V. ファーレンに対し、スタジアムの整備問題と財務問題が解決していないとして、精神差を受けてもらう状況でないと指摘され、事実上2011年の J に入りはお預けとなった。 その後2011年5月に第69回国民体育大会に向けた改修工事を行い、その中で J2 の開催基準に適合するための工事に着手。まずその手始めとして、同年9月まで芝生の張り替えを行った。さらにスタンドの改修、電光掲示板の取り替え、夜間照明設備設置工事などを行うとしていたが、同年3月11日発生の 東日本大震災による国庫補助金の助成が削減されたため、事実上、J2 企画の改修ができなくなった。ただし、照明灯、電光掲示板などの取り替え工事は予定通り行う見通し。その後、長崎市議会9月本会議にて、改修予算の減額が承認された。長崎頑張らんば、国体では、ラグビーとテニス、 第14回全国障害者スポーツ大会ではフライングディスクの会場として使用された。運動公園のある場所は旧石器時代から縄文時代にかけて人々の生活していた痕跡が確認されている。運動公園は沿岸からやや離れた山間部にあり、長崎市内で内陸かつ高地にて遺跡が発掘された。事例はかき止まり遺跡が初となる。 公共交通機関でアクセスする場合、長崎バスの長崎駅前から3番系統、愛川、大見崎、四季見、桜の里ターミナル行き、または番号なしの春木町経由、愛川、四季見桜の里ターミナル行きの路線バスに乗車して、長崎市運動公園前バス停に手下車する。定期便の数は1時間3本と少なく、大きな大会が行われる際には、 長崎バスが、臨時バスの運行などの対応を行う。また、主導昭高原春、木町線から分岐し、城山台、サザエ長官の運動公園トンネルを経由し、運動公園に直結する道路が整備されている。商高原春木町線は商光原地区から、市内中心部までの所要時間を短縮する道路であり、柿泊町城山台1号線と、 国王をン春木町線を経由するルートが市内への最短ルートとなる。ありがとうございます。